鈴木健太は MBS の社員で元アナウンサー。茨城県有城郡石毛町出身で東京都杉並区茨城県取出市育ち。茨城県立土浦第一高等学校上智大学卒業後2007年にアナウンサーとして入社。同期入社のアナウンサーに吉武氏と河本光生がいる。MBS の先輩アナウンサー。 クルース・マサユキと同局と同じ JNN 系列局、チューリップテレビアナウンサーの西美香は、高等学校の先輩。また、先輩アナウンサーの前田明子と同じく、テレビ朝日安区の卒業生である。大学時代には、アルバイトとして、ローソンの店舗に勤めていた。MBS への入社後は、1年目の2007年10月から2年間に、わたって、 MBS テレビ夕方のニュース番組、ボイスで、木金曜日のフィールドキャスターを担当。2009年には、夏季休暇中の大谷智之の代役として、9月14日から9月16日まで、メインキャスターを務めた。趣味は、耳かき集め、夜のサイクリング、読書など多彩。漢字検定2級と、フランス語検定3級の資格を持つ。また、 学生時代から東京ディズニーランドに100回以上通い詰めるほどのディズニー好き。その関係で入社1年目から同施設に関する MBS ラジオの特別番組に出演していた。尊敬する先輩アナウンサーは山中誠。山中が別の番組取材でアメリカ合衆国ハワイへ出張中の2007年12月19日には MBS ラジオのナイターオフ番組 MBS ドット、アナ、先駆け、山中綿に、山中の代役としてパーソナリティを務めた。2009年4月からは、MBS ラジオの、こんちゅはこんちゃんを昼ですよ。で月曜日の生中継コーナーに、レギュラー出演。メインパーソナリティの近藤光文に毎回、カッチカチと評されながらも、2010年3月まで、初体験のラジオリポートに奮闘していた。 また、2009年10月には、MBS テレビの情報番組、チチンプイプイにも初めてレギュラー出演。VTR 取材コーナー、どないなんの木、金曜日や、不定期で、インのリポートを担当していた。2010年10月7日から2014年9月25日までは、MBS ラジオ庁の生放送番組、モーニングミックスで、木、金曜日のパーソナリティを担当。 2011年5月から2015年3月までは MBS テレビで毎週土曜日に生放送の情報番組セア年にナレーター兼リポーターとして出演していた全国ネット番組では2011年10月19日10月26日に放送の正規のワイドショーザ・今夜は ヒストリーで大阪冬の陣、大阪夏の陣に関する再現中継を放送した際に地元局の MBS を代表してリポーター役を務めた。2012年秋にはローソンと MBS 歌組スマイルソングズによるコラボレーション企画の一環として後輩アナウンサー福島トール K と共同で牛丼チキン南蛮デリシャス好きで満福島丼ぶりとろっと。 卵風味のプロデュースを担当。鈴木は、大学時代のアルバイト経験をもとに、長らくローソンで発売されていない、牛丼を、プロデュースメニューで復活させた。また同年には、多く永遠、エモンサ、綱吉編に出演したほか、当時出演していたイベント情報番組、エントの企画で、サントリー1万人の、第9に、1万人の、 第9合唱団の一員として参加している。MBS の主催イベントである1万人の第9については2010年にもなるはやの企画で練習に参加していたが公演の当日に風邪をひいたため参加を見送った。その一方で AKB48、NMB48 AK、ももいろクローバー Z などアイドルのファンであることを公言。出演番組では AKB48 にセカンドシングル、選抜総選挙へ投票したことや、桃色クローバー Z のライブ鑑賞だけを目的に上京したことなどを語っている。また、前田敦子主演の映画、もし高校野球の女子マネージャーが、ドラッカーのマネジメントを読んだらでは、大阪府内での舞台挨拶で司会を担当。2013年には、セア年。 の企画で全国のご当地アイドルを取材する傍ら、セアネン、キューズモールご当地アイドル祭りのプロデュースも手がけた。また、アニメにも精通していることから、関西圏で開かれるアニメ関連のイベントで司会を随時担当。フリーアナウンサーの松沢千秋と、ツイッターや、LINE などで交流することも多い。 2015年4月改編からは、アナウンサーとして、アニメ関連の番組へ出演する傍ら、構成作家に相当する役割も担っていた。2017年6月の人事異動を機に、アナウンサー室を離れて、東京支社の PR 部へ移動。自身の希望によるもので、移動後は、長年担当していた安藤人実の公認として、 毎日放送が制作に関与するアニメなどの番組宣伝業務に携わっている。ただし、移動前に収録したナレーションやラジオ番組、CM の一部は移動後も放送されていた。2020年3月の時点では東京支社のコンテンツビジネス部に在籍。いずれも交番後に番組内の MBS ニュースを不定期で担当している。ありがとうございます。